ステップ2、ルーティングアルゴリズムとプロトコール。まずは、そのルーティングアルゴリズムとプロトコルはどう違うでしょう現実はね、ノードごとについては、まあ、分散型で計算しているのなんですが、それを計算しているノードが、もしかして、ネットワーク全体の様子としては、それを情報全ては持ってないかもしれません。 ですが、それが一貫性な決定も示しなければならないでしょう。そのコンシステンシーが,がすごく重要なんですが、それで、えっと、ネットワークの運動が、えっと、うまくいくと思います。それから、その定義なんですが、そのルーティング、アルゴリズムとしては、グラフリロンの問題解決手法になっているでしょう。それが、複数の型があるんですが、セントラ,ライズのこと、それが集中型になっているんですが、 一つのノードは全部のデータを持って、全部の,の決定をしてそ、れそれからみんなに伝えるんですね。他の手法としてはそれがグローバルの手法なんですが、そのグローバルの手法としては、各ノードのところには、ネットワークの状態についてのデータは全てを持って、自分のノード内には計算するでしょう。それでえっと それから分散型になってるんですが、その分散型はとディストリビューティッドになってるでしょう。各ノードが部分的な情報しか持ってないんですが、その部分的な情報の上には何かを計算してそれが決ま,る決まります。まあもしかしてこれがと共同の研究の計算になってるので、 データを交換しながら計算することになっているんですね。それから、そのルーティングプロ,トコルのプロトコルなんですが、それがまあメッセージを交換しているでしょう。そのメッセージの内容については、それの、えっと、シンタックスです。それ構文なんですが、それから、セマンティックス。それ交換している、えっと、メッセージがあって、そしてそれがネットワークの、えっと 時間が,が,が,が経つと、だんだん変化になってしまう場合もあるでしょう。そのアプティ、アデプテーションなんですが、それも重要になりますし、それから、えっと、セキュリティについても、もうかなり重要でしょう。でそれが、えっと考え、考えなければなりません。 集中型のことになってる、説明したいと思いますが、まずはそのネットワークはまあいつもの使っているネットワークなんですが、それについては、ネットワークコントローラーをつけましょう。例えば A と B はつながりたい場合もあるんですが、A さんはネットワークコントローラーにお願いしますとメッセージを送って、ネットワークコントローラー側には、じゃあ AFGB の経路を使いましょうと決まって、 メッセージを A と F と G と B に送るでしょう。そうすると、そのネットワーク、コネクションのあ、あの、運営は始まることになります。次にはもしかして D と E もつながり、つながりたいのリクエストも送ることになるんですが、もう一回そのネットワークコントローラーが、まあ DFCE の経路を決めて、 メッセージをっで、これは、えっと、えっと、集中型になってるんですが、それが、えっと、いろんなところには実際に使っているんですね。例えば、光のネットワーク、古典の光ネットワークなんですが、それが、波長には誰がどんな波長を使うのか、それが、えっと、あの決,まる決まること。あるいは、バックボードネットワークについては、それが,が、えっと、 低遅延で高速なフォーラーディングできるようになるかもしれないし、あるいは SDN のネットワークをハイパフォーマンスのローカルエリアネットワークなどに使っているかもしれません。ですが、これがスケールビリティとしてはかなり限ら,れ限られているんですが、それがそんなに大きなネットワークにはできないと思います。それが、まあ、大きさとしてはそれが距離じゃなくてそれが ノードの数とかにも関係あるでしょう。で、この集中型のことなんですが、そのリソース管理などについても、あるいは多重化については、もしかして同様にはコントローラーで決まります。それから、一番重要な質問なんですが、そのコントローラーがどうやってネットワークの状態については情報が集,、ま、集まるし、 そしてそれがどうやってみんなにがそのメッセージを配るでしょう。もう一つの手法なんですが、グローバルの手法で。例えばこれがまあ A から見ているスパニングツリーになってるんですが、A, B, C, D, E, F, G は全部、全員が、えっと、このネットワークのトポロジーズの情報を持ってて、自分で計算します。 それが一番最適な経路を独立で計算できるのなんですが、それが一貫性になります。こういうことは、link s t ととあの種類ねとは言いますが、それが全部のリンクについては、メッセージを送ります。例えば、A は C に伝えることは、我々は C と D と F にはつながっているんですね。それから、 A は D からメッセージもいただいているのなんですが、そのメッセージの内容は A と B につながっている。A はその情報を、えっと、もらって、それから C と F にを配ります。それができてたら、まあ、最終的には全部のノードはネットワークの,のトポロジー図が,がみんな把握しているのなんですが、それが計算できるようになります。 そして、これが書くところにはもしかして、その、えっと、ルーティングテーブルについては異なる場合になると思いますが、これが A の拠点から見ていると、様子になって、まあ、B に行きたいなら D 経由で行くとか、それから、えっと、G に行きたいならそれ F 経由で行きますか。これが、 A の視点から見るなんですが、C の視点から見ると、こういう違うルーティングテーブルになっているんですね。それから、A につながりたい場合には、まあ、A に直接つながっているなんですが、B につながりたいには、それが A だと経由で行くことには決まっているんですね。で、これが左右の差で見ていると、まあ、この場合には一つのリンクだけは違うことになっているんですが、 ある場合にはかなり異なっている様子になります。ですが、この上には一貫性のディシジョンができるようになっているんですね。これが大体、ダイクストラーズアルゴリズムを使っていることには、手法アルゴリズムとプロトコルになっていると思いますが、ダイクストラー先生は1959年にはこの論文を書いたんですね。 それがと経路、パーフコストと、えっと、経路の値段でとしてはそれが,が各リンクに達、えっと、するだけなんですが、このプロトコルなが、えっと、インターネットにつながっている、えっと、ネットワーク、ほとんどこういう,こう,いう、えっと、プロトコルを使っているんですね。その基本的に2つの種類なんですが、OSPF、Open Shortest Path First。 ISIS, Intermediate System, Intermediate System. この2つの,のルーティングプロトコルなんですが、2つともダイクストラーズアルゴリズムを使ってるんですね。スケーラビリティはまあまあ悪くはないんですが、まあ上限もあるんですね。まあ例えば数千台ま,までは可能なんですが、まあ何億台まではいけないんですね。それから、えっと、 トポロジー図が変わっている場合、例えば、リンクが、えっと、の様子が変わってしまう、えっと、壊してしまったり、あるいは、ノードが、が、もうダウンになったりとかになっている場合には、それの、えっと、もう一回、その、遺憾性を、えっと、認めるようになると、それが、まあまあ、その con、convergence time が、まあまあ、悪くはないんですが、まあ、瞬間的ではないんですね。 それからもう一つの種類なんですが、distance vector という概念になります。これが分散型の知識を使うんですが、A は C に伝えることは、僕は D と B には話しできます。それから C は D と B の行く手法、行く、経路としてはそれが A 経由で行きたいなんですが、 まあ,あるいは G に行きたい場合には FK ロで行きたいんですが、この裏側の形も分かってないんですね。で、これがいくつかのことになってるんですが、まずはその各ードのところには必要なデータの容量はそんなに悪くはない。ですが、形が、トポロジーズが変わると、それが、コンバージェンスタイムにはそれが一貫性を戻す場合には、かなり 問題になってしまいますので、これがスケーラビリティの制限になります。そして、まあ、それは一般のことになっているのなんですが、それが工程のネットワークと量子のネットワーク両方が同じ概念を使っているんでしょう。量子の場合には一つの質問なんですが、その物理のトポロジーズの上でルーティングするか、量子も連れの上にはルーティングするか、それも まずは決めなきゃいけないことになっている。例えば、まあ、あるリサーチは書く、えっと、状態については,はルーティングすることと,と,と提案しているんですが、まあ、神様だったら、ネットワークの上には今この、この瞬間で、えっと、どんなところにリオシモツレができているでしょう。例えば、これが、 フィジカルのトポロジーになってるんですが、もしかして A と B にはつ,つながりたい場合には AF の、AFGB の,の経路で行きたいかもしれないんですが、もしかしてある瞬間には、えっと、このリンクの上には、えっと、リオもモりができているかもしれない。そうすると、まあ、A と B にはまあつながってるなんですが、AF のリンクを使わずに ACF に行くでしょう。それから GB のリンクを使わずに GEB に行くでしょう。まあ、もしかしてこれが長いかもしれないんですが、まあ、待っているよりいいかもしれません。で、これが一つの,の現実のことなんですが、現在のリンクとしてはそれがう、しも連れ確率はかなり低い。それからもう一つのことなんですが、 メモリーはディコヘレンスありますので、メモリーの寿命、メモリーのライフタイムと,としてはそれが、えっと、かなり短いですね。それが、とパスと経路の,の、えっと、RTT、ラウンドトリップタイムに比べると。それか、ら質問としてはそれが、書くところには、エンタグルメントスワッピングが,ができるようになるか、それが遅延とフィデリティには良くなるかどうか。 それからこれがいくつかの、まあ、チャレンジしなければならないことがあるんですが、まずは、あの、遅延があるでしょう。その古典のメッセージなんですが、全部のノードはもしかして今の様子としてはそれが、今は誰がどんな漁師もつりを持っているか,か分からないかもしれません。それからそのノードとノードの間の、まあ、 一緒には分散になってるんですが、その一緒には決めなきゃいけないことになってるんですが、そのコーディネーションとしてはどうなるでしょうそれから、まあ、ルールセットという概念ではできると思いますが、と、そのルールを決まって、それが全部のノードに送らなければならないんですね。これがレッスン、えっと、 前のレッスンに説明したことなんですが、コネクションセットアップと,としては、それが、まあと経路、経路を選択してから、各ノードに,に,にはと、ルールセットを配るでしょう。これがもしかして、ネットワーク全体のところのノードには、ルールセットを作って配らなければならない。そうすると、まあ、それはスケーラビリティにはどうなるのかでしょう。 それから、例えば、一つのコネクションだけじゃなくて、複数のコネクションを同時に並列でネットワークを使いたいかもしれないんですが、それの多重化とかにはどうすればいいでしょう。さて、これが、もしかして、メッセージングの様子と数と容量がもしかして高いと思いますが、そうすると、スケーラビリティはまあ制限にならされているでしょう。 そして、まあ、これが、研究としてはすごくいいテーマになっていると思いますが、実際に実行することは難しいかもしれません。これが、まあ、先ほど言ってた通りには、ルールセットの上にはできると思いますが、新しいコネクションセットアップの手法は必要になります。 というわけは、まあ、とりあえず、えっと、一つの経路だけを選択して、その上に,には、まあ、そのコネクションを貼って、それからそれだけを使いましょう。もう一つの,の提案があるんですが、Multiplexing Routing、Multipath r o t i n g なんですか、その Multipath Routing が、えっとまあ、あるいは Channeled Bonding とか、まあ、Inverse Multiplexing とかに呼ぶ場合もあります。A と B は、はあの 接続したいんですが、この場合だったら、エッジに重なってない、えー、と経路は3つがあるでしょう。ADB、AFGB、ACEB。それ、3本使えば、もしかして、待機、フォルトトランス、フィデリティは増えるかもしれない。まあ、いくつかの難しい場合もあるなんですが、 もしかして、パフォーマンス、その3本の経路は、パフォーマンスは一緒になっているかもしれないんですが、異なっている場合にもあるでしょう。固定ネットワークだったら、まあ、かなり経路が、が、パフォーマンスが異なっているのなんですが、利用者の場合にはもっと難しいか,かもしれません。そうすると、それが、まあ、管理することには、には難しいし、 待機、えっと、パフォーマンスが,が、えっと、上がる場合にも、それがあの、そんなに大きな差にはならないかもしれません。で、それもあの考える、考えながら、えっと、決めなきゃいけないと思いますが。それから、一つのコネクションは、ははえっと、A と B、ね、には決まってるんですが、これが、えっと、ほとんどネットワーク全体の、のリソースを使ってるんですね。その資源については、かなり重要になってるんですが、 全部は A と B のために使ってるんですね。まあ、これが先ほどの説明と同様なんですが、ルールセットにはできると思いますが、それがこのメッセージをもらって、あるいはこの状態になっていれば、次にはエンタングルメントスワッピングとか、あるいはまあこのメッセージを送ることとかには、それがルールセット概念ではできると思いますが、 同様に、これがあと、コネクションセットアップ難しくなりますので、新しいコネクションセットアップの手法としては必要になります。つまり、今のところには、と我々、このマジュールのためには、とりあえず、と一つの経路だけをあの進みたたいと思います。それから、これが全部の、まあ、あの、リオシンのルーティングについてはと、概念を説明したんですが、次には、と一つの例だけを説明したいと思います。